今日はね、眠ってましたよね。週平均睡眠時間が6時間半ぐらいですね、なんかね。6時間30分ほどですね、なんかね、今日しっかり寝て。んで、昨日はね、ユニクロ金曜日は成長品買うとき、その報告や、YouTube ショート、ドライ T シャツ3枚、パジャマに着ていつもね、390円になって安かったですね、と、YouTube ショートね、YouTube ショートで YouTube ミュージックね、日本のトップ100見てましたし、と、今っぽい MacBook のテレビで、深夜かけてバズリズムついて、アレクサンドですからね、最近ストーリーズが変になってるんで、おかしくなっちゃうんですけどね。まだアレクサンドロスが出てるし、外国、それ自体が外国がつきましたのと、今日は、深夜で見る時期が、睡眠分析、コア睡眠かな。浅い睡眠も少なからずあるって言えばいいね。きちんとコア睡眠がきちんと取れてるなという印象と、深い睡眠が朝5時ぐらいまで集中しました。昨日シーズンミュージック片坂は一子と羽をね、羽をね、中村智也さんね、型破りになりたい弁護士ってあれになったっていう話ですよね。春日さんみたいな役なんでしょうかね。春日さんもよくね、もう実は真面目でみたいなこと言われてますね。んで、赤楚さんね、アニメかさみちゃんね、硬いんだけど、硬くて真面目にやってんだけどね、やっぱり司法試験からね、もう、双方分かるなというのと、パラリーガでね、やっぱ赤楚衛二さんね、有馬架純さんの人間後輩役かというのと、トヨタレクサスでできたと思ったらオープンカーかってね。おかしまして、どうぞ。アウター、僕が着てる点の色違いなんでね、中心に残ってますので、ソーキマンスの選挙です。ドライTシャツ390円です。
今日はね、ニシコと羽をね、羽のように自由になりたい弁護士ってあれでしたね。なんかね、中本さん、熱火の方ウェブかなと思ったらね、計算して春日さんみたいなね。春日さん、肩指、羽伸ばす肩指とは違うかな。あとは、社内のね、陰湿なねっていうは僕という話なんですが、赤楚っていうか、赤楚っていうのかな、なんか赤楚英二さんだけど、もう夢かと分かんないんですが、あの人方ね、あれなんですね、有村架純さんとなんか、2つ後輩の役なんですよね、なんかね。東大卒まで行かないけど、ね、僕ね、全然ね、パラリー、なんかね、努力してもパラリーがあるって、ね、弁護士会にしては珍しいからね、わかります、なかなかね、努力しても受からないっていうのがね、レクサス出てましたね、レクサスが出てました、トヨタのレクサスね、オープンカーになってびっくりしましたね。今日テスラを見ました、テスラ意識してみたのは初めてですね。たまたますれ違うところがかっこいいなと思ったら T のマークテスラかなって。確かね、